広大なコンテナターミナルが広がるジュベルアリ港、ジュベルアリ港。左寄りの白い船は、ムハンマド・ビン・ラーシド、アール・マクトゥム市長が所有する、世界最大級の大型ヨット、ドバイ。右寄りの黒い船は、アメリカ海軍の空母ジョンシース・テニスジュベルアリは、アラブ市長国連邦のドバイ市長国にある地区の一つ。また、同地区に所在するペルシャ湾に面した大型港湾。 ドバイ市街中心部からは南西へ 35km の位置にあり、アブダビシ長国との境界線にも近い。ジャバルは山を意味し、ジャバルアリーはアリーの山を意味する。ローマ字では一般的にジェブルアリーと綴られている。1960年代末から1972年にかけてドバイ中心部近くに建設した人工港ラーシド校が成功を収めたドバイは、 1970年代末からジュベルアリ地区の海岸に新たな掘り込み式の人工港を建設し始めた。ジュベルアリの町は1977年に建設され、当初は港湾の建設作業員である南アジアなどからの移民が主に住む乾村であった。2009年現在のジュベルアリはバース数67、面積134.68平方キロメートルを 誇る世界最大の人工港で、かつ中東最大のハブ港湾、コンテナターミナルとなった。不当には世界各国の大型コンテナ船が寄港し、中東やインド洋沿岸各地へのフィーダー船にコンテナを積み替えたり、港湾に隣接する自由貿易地帯や工業地帯へコンテナを輸送したりしている。ジュベルアリ港や、それに先立ち開港した。 ラーシド港の運営で豊富な経験を積んだメガターミナルオペレーターであるドバイ港湾局はその運営ノウハウを国外で生かすためにドバイポーツインターナショナル社を設立した。後にこれがドバイ港湾局と合併して世界各地でコンテナターミナルや港湾を運営するドバイポーツワールド社となっている。ジュベルアリ港はアメリカ海軍の艦船が アメリカ国外で最も頻繁に訪れる港湾でもある。イラクやイランを睨む戦略的位置、港湾の推進の深さ、整った施設などから世界最大の軍艦である二密級航空母艦、及びこれを中心とする空母打撃軍の艦船が一度に停泊可能となっている。ジュベルアリ、ジュベルアリビレッジ、ジュベルアリフリーゾーン。 ジュベル・アリー・インダストリアルの4地区からなるジュベル・アリはドバイ市を構成する地域共同体で世界中から集まった大企業の物流施設や工場が集まっており人口は2000年現在で3万1634人であったこのうち1985年に開設された ジュベル・アリフリーゾーンは港を取り囲むように設置された工業地帯で立地した企業に対し様々な特計を与えている。15年間の法人税減免、個人所得税なし、関税なし、取引通貨の制限なし、雇用契約の規制緩和などがその主なものである。ジュベル・アリコおよびジュベル・アリフリーゾーンはドバイを中東の物流および人的交流の中心地へと、 浮上させた原動力の一つでもある。アール・マクトゥーム国際空港もこの地区に建設されている。ジュベル・アリ港の両側の海岸には埋め立てや運河建設によりリゾート地が作られている。東側にはパーム・アイランドの一つ、パーム・ジュメーラが完成しており、西側にはパーム・ジュベル・アリとドバイ・ウォーターフロントが建設されている。ありがとうございます。